張してきたな。さすが大会ともなると胸が高鳴るよ。みんな同じさ。俺なんか昨日は緊張して全然眠れなかったもんな。俺もそうだ。さっきから緊張して胃が痛くて痛くて。お前に緊張する権利はない。子供の頃からこういった大行事の時には心と裏腹につい浮かれてしまうたちなんです。シャイなくせに目立ちたがりな僕ちゃん。勝手に目立ってろ。そばにだけは来るなよな。さあさあいらっしゃい。ワンセット1200円だよ。さあこれであの臭い臭臭王子も怖くないよ怖くないよと。試合に勝ちたきゃ1000円とたったの200円ぽっきり。さあさよってらっしゃい。見てらっしゃい。毎度1200円で。たかが話せに1200円。高え。高すぎる。武田くん。木下くん。あれ何売ってんの。あな、なんでもない。早く着替えようぜ。まもなく開会式が始まります。選手の方々は会場へお集まりください。あ、始まる始まる。どうしようどうしよう。いやい前の、よくもそんなに冷静でいられるな、この。ハカ、ハカ。待て石頭、それでも俺の友達か。伊沢君、ここが我々の戦場なのだよ。戦場？そうじゃ。石段中、金丸中は第一コートへ。あードキドキする。おしっこしたくなってきちゃった。田中君は平気なの？ブー。岸下中、稲穂中は第十コートです。渋谷久しぶりだな、武田。よし行くぞ。決まった。かっこ悪い。畜生。おい俺たちもかっこよく決めてやろうぜ。おいやってやる。行くぞ。よっこら、セット。バカ。相変わらずダメな奴らを引き連れてるな。ほっとけ。俺は4番手だ。絶対に来いよ。オーダー決めようよ。渋谷は4番手だ。教えてくれたのか。ああ、俺に来いってさ。大した余裕だな。ま、軽くひねってやるよ。あんた、まさか真に受けるんじゃないでしょうね。え？勝つのに必要な3勝のうちあんたの1勝は絶対なんだよ。変に意地張って渋谷と戦って負けたらうちのチーム終わりじゃない。負けないよ。絶対とは言えないでしょ。渋谷にはこいつかこいつを当て馬にすればいいのよ。よし、わしが行く。決まった。なんか逃げるみたいで嫌だな。ねえ京子ちゃん、俺の最後のお願い聞いてくれない？あ、なんだよ。おっぱい見せて。何？いや、いやらしい意味じゃなくて。バーッとこ景気づけにさ。どんな景気づけだバカ。どさくさに紛れて何言ってんだよ。頼むよ、メイドの土産に一目だけでも。お願いします、この大会の熱いメモリーに。今晩のおかずに。留学のお祝いに。いつ胸焼けに。京子様。京子、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 てめえら、いい加減に。京子、京子、京子、京子。何やってるんだあいつら。京子、京子。やあ、なんか気合が入ったぞ。おい前の、いいもの見たな。別に見た。
ちゃんのおっぱい。よろしくお願いします。武田は2番手か。かわされたな、あの野郎。しらけさせやがって。いけいけ武田、そんなやつ小伝播に乗せて。ごっくんと触れた。うるさいな。あなたとやったー。ギョー、下手っぴーなやつだな。もしかしたら渋谷以外は大したことないんじゃないの。あー、でも木下は競ってるな。頑張ろうぜ。見た、京子ちゃんのおっぱい。稲穂中学、武田くんの勝ちです。絶対行っただけだ。やかましい。くそ、手こずらせやがるな。あと1点か。ジュースになったら面倒だからな。やっちまえ、キラスター。スケベ犬がかかってるんだぞ。何ビビってんだよ、早くやれ。うわー、なんだ今のは。幻覚か。俺ってそんなにスケベだったのか。でもやっぱり欲しいだ。フリースケベ犬。なんだあくんだ。よっしゃ、もらった。しまった。京子ちゃん、いただき。ゲームオーバー。稲穂中学、木下くんの勝ちです。うわー、男らしくね。こんな負け方カットしねえよ。勝てばいいのさ。気なしたないぜ、いいあったか。にしようか、順調だな。やっちまえ、タラメ。ぶっ飛ばせ、タラカ。いけー。うわー、見た、京子ちゃんのおっぱい。うわー、負けちゃった。くぅ、スケベ犬が。見た、京子ちゃんのおっぱい。ざまねえな。ダブルスは一応計算通りだな。あと一勝すればいいんだ。さて、行くかな。チッ、ハミチン男が相手か。一気に蹴りをつけてやる。なよって、頑張れ。と、次に頑張るのはあんただよ。僕はダメです。なんか気弱なこと言ってるぜ、こいつ。何？武田、実は俺。な？3歳の夏に宇宙人に連れ去られて生体実験の材料にさ。黙れ。今前のが相手にしているのは天才卓球中学生渋谷だ。勝てっこない。お前が勝たなきゃ俺たちは終わりなんだぞ。お前が勝たなきゃ今までの俺たちの苦労は台無しなんだぞ。そんなにプレッシャーかけるなよ、俺勝てないって。勝て、絶対に勝て。なんだこの歓声は。前野くんがカンペ勝ちしちゃうよ。くらえ。どりゃ。渋谷のスマッシュをスマッシュで返した。前のが勝つ。じゃあ俺は勝たなくてもいいのか。ダメだ、俺の勝てる相手じゃない。騎士中に勝った。おお、前の様、エラコン、ブラボー。よかった、これで俺は気楽な立場でいられる。いや、やっべ、あいつだけはないと思ってたのに。前
前野の大金星で稲中は優勝候補の岸中を3対1で下した。このまま稲中は勝ち進んでいけるのか。そしてスケベ剣は誰の手に。京子、俺の試合のセコンドについてくれ。すごいぞ前野、やってくれたじゃないか。2週間どんな練習をしていたのか知らないが、おかげで俺たち優勝候補を破ったんだぜ。こんなもんじゃ。こうなったら目指すはただ一つ、優勝だ。スケベ剣だ。よし、全勝してスケベ剣。必中コシナガ君の勝ち。全勝してスケベ剣、スケベ剣、スケベ剣、スケベ。優勝だろ、優勝。ち、つまんねえ、俺もう負けちまったぜ。ごめんな京子、お前の熱い期待を裏切っちまって。おい前野、渋谷を任したくらいでいい気になんなよ。京子は俺の女だ、誰にも渡さない。おい、何の話じゃ。とぼけるんじゃない、そのためだけに強くなったくせに。え、何なんだ。武田、木下、前野が次々と相手を倒し、稲中は常に3勝2敗で勝ち進んでいき、とうとう決勝まで駒を進めた。しかしスケベ剣の夢を失った者にとって優勝などもうどうでもよかった。あ、そこキノコ出てるよ。おいお前たち、決勝戦なんだぞ、ウォーミングアップくらいしとけよ。なんかさ、もう冷めちゃったんだよね。ああ監獄スタイルが。そういう問題じゃないだろ、俺たちにはまだ優勝のチャンスが残ってるんだぞ。あ、またキノコだ。伊沢はどこだ。アリ地獄、アリ地獄、誰か呼んだか、アリ地獄、アリ地獄、アリ地獄、誰か呼んだか、アリ地獄、アリ地獄、アリ地獄、誰か呼んだか、アリ地獄、アリ地獄って。あれ、何やってんだ。アリ地獄に落ちる獲物の悲しみを踊りで表現してみたのさ。バカなこと言ってないで中に入れ、もうすぐ決勝が始まるんだから。全勝がなくなった今となっては、もう試合なんてどうでもいいんだ。今の俺は、アリ地獄と遊んでいるのがお似合いさ。うわぁ、おい、誰かよ。まったく、どいつもこいつも。おい。あ、なんだよ、岩下。お前さ、全勝する自信あるのか。なんでそんなこと聞くんだよ。別に。勝つよ。え、チームのためにな。どうもおかしいぞ。伊沢のエルボー。どうだ。ちょっと待て、豊昇りって誰なんだ。なんて早い逃げ足、やっぱりあいつ変だ。これより稲穂中対徳花中の決勝戦を行います。それでは稲穂中、徳花中、双方ともに礼。よろしくお願いします。私こっちのコートにしますから、先行どうぞ。うひょー、こいつ絶対にあだ名は博士だな。楽勝で京子ちゃん、いただき。しまった、高
過ぎた。スマッシュで来るか。ほっ、なんだよ博士くん、とはってスマッシュ打てないの。スッ、豊昇り、誰だそれ。はっ、おっしゃおい、なんだこの匂いは。田辺の匂いだぜ。こりゃ噂以上に強烈だぜ。金ケチないで花栓買っておけばよかった。まはっくおい、昼飯が出る。だっ以前の問題だな。君たち、やる気あんの。毒バラ中試合放棄、ダブルスは稲穂中の勝ちです。ラッキー、これで木下が勝てば2勝だ。優勝は決まったな。そうでもないみたいだぞ。え、おいおい、木下が大差で押されてんじゃないか。失礼。うん、はっ、なんかまどろっこしいな。スマッシュで決めちまえ木下。それをやったら負けじゃ。え、ちくしょう、なんてやらしいやつだ。付き合ってんじゃねえぞ。さあ、よし。あ、自分からは仕掛けずに完璧なつつきで相手のミスを待つ。熱くなった方が負けじゃ。うん、昔の広島東洋カープみたいないやらしさだな。見てみ、冷静さを失ってフォームもタイミングもバラバラじゃ。木下に教えてやんなきゃ。冷静さを失ったやつに何を言っても無駄じゃ。この試合木下の負けだな。なあ、くそ、何がどうなってんだ。失礼。ああ、うんうん、ゲームオーバー、毒バラ中の勝ちです。ああ、全勝が、スケベケン。んじゃ、行くか。おう。前野、頼んだぞ。俺とお前が勝てば優勝できる。しかし今度もあいつが勝つと全勝だ。球なのに武田君らしくないね。それに比べて見ろ、はあ、あいつのスマッシュどこかで見たことがあるぞ。あいつ、俺が全勝したらどうするつもりなんだ。全勝すると信じていたのよ。何してんだあいつ。変な格好。武田のやつ勃起してるぜ。武田のバカ。畜生、優勝のかかったこの大切な試合に情けない。ゲームオーバー、これで毒花中の優勝です。おいおい、武田が負けたよ。ってことはスケベケンは前の。はあ、ゲームオーバー、稲穂中、前野くんの勝ちです。嘘、ま、まさかスケベケンが悪魔の手に落ちた。約束は約束だ。まさか本当に全勝するとは思わなかったよ。好きに使いな。羨ましい。いいな、看護婦。ジャスト！モーメント！ふん。ああ。
誰も出ないのかな。もしもし。もしもし亀よ亀さんよ、万歳。お助け、岸本ばあさん、やっぱり貴様だったのか。やったー、つことは全勝者は無し。やろよ。あ、な、なんだか、体が一人手に。その頃前野は知らないおじいさんたちと熱海の温泉に浸かっていた。いや、お諸君元気にしとるか。昨日の試合は本当に惜しかったな。ま、力を落とさず次期大会目指して頑張ってくれ。んところで強豪はどこだ。俺の強豪はなんせ試合で全勝したら俺一人だからな。見よ、三千と輝く栄光の証を。今日から一年間強豪は俺のものになるのだ。さあ出ておいで強豪、隠れてないで恥ずかしがらず私の胸にドーンと飛び込んでこい。その震える方をそっと抱きしめてあげる。何調子に乗るんじゃねえ。卓球大会に出たのは身代わりの岸本ばあさんだってことはこっちとらお見通しなんで。あのババア、バレたなんて一言も言ってねえ。お座敷、嘘ついたバズだ。大きくなれ。やだちゃん。ああそうや、あれ以来京子ちゃん来ないな。いると怖いけどないと寂しいもんだね。武田、京子ちゃんから何か聞いてない？部長には何か話してるんじゃないの？あ、いや、気が向いたら来るようなこと言ってたな。なんか武田おかしいな。京子ちゃん。あ？すみません、武田くんいますか？おお、鈴木くんどうしたの？プロレスのチケットが2枚手に入ったんだけど、明日の日曜日一緒に行かない？明日の日曜。あ、ごめん、明日の日曜は都合が悪いんだ。本当にごめん。残念だな。じゃあまたね。ごめんね鈴木くん、また誘ってね。一体どういうこっちゃ。大のプロレスファンが観戦を断るからには何かわけがあるはずだ。どこへ行く気だ、俺も連れてけ。家族の用事だよ。ガルテちゃん、そんな生ぬるい言い訳通用すると思ってんの？明日みっちりつきまとってやるからな。わかった、どんどんのことを言うよ。実は明日妹のピアノ発表会があるんだよ。ピアノ発表会？なんだつまんねえの。休みはもっと有意義に使わなきゃダメだよ。余計なお世話だ。うわ、まずい、こりゃ完全に遅刻だ。藤森、お乗り遅れないよう空いている扉にお回りください。あれ、まだかな。
おい、あ、よ、よ、ごめん、またてめえ、人のこと誘っておきながら自分が遅刻してんじゃねえよ。ほら、すいません。あのさ、これってデート？え？っていうか、そのつまり、まあ、そんなもんっていうか、まあいいか。で、どこ行くの？こっち。あの野郎、やっぱりコソコソしやがってぶっ殺す。待て、子がとりあえず我慢の子だ。おい、このまま見逃すつもりか。慌てるな、伊沢くん。今日一日を楽しく過ごそうじゃないか。恐ろしすぎる。だけどそんな悪魔みたいな前野くんが好き。すげえだ、やったー。うまい、うまい。さあ今度は岩下の番だぞ。いいよ、あんたが投げりゃいい。え、だって代わりボンコに投げる規則だから。うるせえな、投げ方も分かんねえんだよ。なんだボーリング初めてだったのか。それならそうと、花からいやいいのに。せえな、おちゃこちゃ言うなら帰るぞ。そんなに強がらないで、教えてやるよ。ほら、こうやって指を穴の中に入れてね。そうそう、そしてレーンの右から第三ピンを狙って。タケタのやつ、強固な体にスワースにしやがって。もう、でも初めてにしちゃいいんじゃない？ストライクだ。やったー！すごいぞ、言いました。羨ましい。許せねえ。よっしゃ、やっちまえ。よし、ダブルいけるぞ。これでもいくら？あ？お？あ。指が引っかかったんだ、わざとじゃないんだよ。許して、いざわ。あ、それだけはやめて。死ね。いやー、うんこの気分だね、実際。あ、すっきり。おい、二人が消えたぞ。次はどこに？映画のチケットがあるんだ。名犬タロウ物語って、動物物の感動超大作らしいんだ。意地悪な飼い主に眉毛を描かれたタロウは、遠く離れた恋人マディリンコに会いに行きました。そしてついにマディリンコに会ったタロウは、いきなり、おお、やったねえ。何これ、おかしいな、確か感動超大作のはずだけど。頑張れ太郎、負けるなよ。ええ話や。文部省推薦の価値はある。悪かったね、変な映画見せて。結構泣けたよ。ほんと？もう一回見る？バカ、僕買うの付き合ってよ。ペーペーポーペーペーポーポーペーペーポーペーペーポーペーポ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 ーうんおんおんおんやったれ。離れなくなった。着ぐるみお買い上げありがとうございました。いやー、いい買い物だね。ほんとほんと。お、やつら駅ビルに向かったぞ。どうこれ。じゃあこれは。そうだな、一体どうなんだよ。あ、いや、その、じゃあこれは。あ、いいね、かわいいかわいい。どういうセンスしとるんじゃ。あ
ごめんちゃい、カホ。で、田中だ。おい、田中くん。田中くん、待って。田中。ふう、危なかった。でもなんで私たち隠れなきゃいけねえんだ。あ、うん、そりゃ、なんでかな。どうでもいいけど、あんたそれよく似合ってるよ。え、何が言わした。くそ、まるでラブコメじゃねえか。許せん。よし、こうなったら俺たちも可愛い子ちゃんに声かけてナンパだ。よし。田中のやつ確かこっちに来たはずだよね。あ、田中、ここか。ああ、見ないで、見ないで。見たくありません。違うよ。違います、僕たちスポーツタオルを買いに来ただけで。助けて、近いよ。スリスリスペスペキャサリン。その頃、前野と伊沢は屋上で太郎の着ぐるみを着たまま遊んでいた。ヘイ彼女、俺とタンデムしない？行くわよ、よしこちゃん。あ、これ待て。ヘイ彼女、僕と夜明けの渚ごっこしようぜ。断りは、うん、ウロンちゃん。この指輪かわいい。うん、こっちのホワイトメタも渋いよ。あー、このトルコ石本物だ。おいおい、じゃーん、どれがいいかな。竹だ。全部買えば。お金足りないよ、貸して。やだ、ケチ。言わした。あ、このサングラス超かっこいい。どれ。ベロベロベロ。あ、これ買おうっと。これがいいかな、それともこっちかな。あら、木下くんよ。木下くん、買い物。素敵なパーカー見つかりました。それがなかなか気に入ったのがなくてね。私たちに選ばせて。木下くんにぴったしの見つけてあげます。本当助かるよ。はい。ねえねえ、これなんかどう。ダメダメ、こっちの方が素敵だってば。いいの、ほらぴったし。いいえ、木下くんにはトロピカルグレーがお似合いよ。いや、どっちも気に入ったな。本当迷っちゃうよ。すごい、何でも似合っちゃうんですね。本当、木下くんってモデルみたい。木下くん、田中くん見つからないよ。一体どこ行っちゃったんだろう。何この匂い、苦しい。どうしたの、あの子たち。いや、何でもないよ、田辺。そんなことより、これお前に似合いそうだね。ああ、こりゃこりゃ。岩下のやつ、一体どこへ行っちゃったんだ、もう。あの、あ、何かお探しですか。紳士用肌着はこの上の階ですよ。あ、いえ、紳士用じゃなくて、その…ま、なんて子でしょう。下着コレクターよ、あの子。見るからに変態って感じ。あ、違います。あっと、あっ、あっ、てててくそ。おい、武田。あ、こっちこっち。岩下、どこ行ってたんだよ。ごめん。これ試着するから手伝ってよね。え、ほら、そこへ入んの。俺も外でどうやって手伝えるのよ。でもそれっていいのかな。よし、バーカ、冗談だよ。へっ。可愛い彼女ですね。まあ。やあ、出た、出た、変質者。変質者。
素晴らしいマシンだ。走れない道はないぞ。前の伊沢、今捕まったらことだ。いました。あ、なんだよてめえ。ごめん。でも早くして。バカもう。キホ。おい見ろ、あそこにいたぞ。あげな。うわ、岩田。左へターンだ。うわーよー。ふう、どうも嫌な予感がしてたんだ。私たちをずっとつけてたのか。ふう、ここまでは追ってこないだろう。いらっしゃいませ、ご注文をお伺いします。私クリームソーダ。こちら様は。そうだな、何しようかな。これもいいし、プリンだろ、焼きプリン。そう、それ一つね。プリンですね。はい、かしこまりました。あのカラメルソースいっぱいかけてね。でもよく俺の好み知ってるな。だってあんたガキの頃から全然変わってないもんね。俺そんなにプリン好きだったかな。ああ、ちっとは成長しろよな。余計なお世話だっつーの。聞いとるか武田。お前がこのビルに立てこもっとることは分かっとるぞ。隠れてないで出てきなさい。武田、すでにお前は包囲された。これ以上の抵抗は無駄だ。素直に投降しなさい。武田、前の年老いたお母さんが悲しんでおられるぞ。お母さんですよ。もうこれ以上こそこそと悪いことするのはやめて。お願い、素直に罪を悔いて出てきておくれ。臭い芝居やめろ。そうだそうだ、もっと言ってやれ。もう待てぬ、よし撃て。僕ってここで何してるんだろう。知らずと行き発車いたします。ご乗車の方はお急ぎください。どこまで行くんだよ。遠くだよ、遠く。決まってんだろ、そんなこと。ここまで来れば安心だろう。しつこい奴らだったけど、なんとか巻いたようだ。いや、ダメだったら。たっぷり可愛がってやるって。だって。ほら、だだこねないで。なんかおかしな道に入ってきちゃったね。こいつ、知っててわざとこんなところに連れてきたのかよ。いました。俺もう我慢できないんだ。ちょっとおしっこしてくる。あほいほい、あほいほいだ。な、一体何怒ってんだよさっきから。
別に。今日は楽しかったよ、俺。まあ、昔から知ってたけどさ、お前は本当はとっても女っぽいっていうか、なんというか、すっごく嬉しかった悪かったな。いつも女らしさのかけらもなくて。え？いや、別にそういう意味じゃなくて。なんだよ、せっかく素直な気持ちで褒めてやったのに。私は、あんたの犬じゃないんだよ。なんで褒められなくちゃなんないのよ。それがいかんつーの。そうやって意地張るところが嫌いなんだよ。じゃあどうしてそんな意地っ張りなんかデートに誘ったんだよ。お前が好きなんだ。岩下。はい。俺ずっと岩下のことをペペポペペポポペペポペペポペポポポ。私はあんたの犬じゃないのよ。それがいかんつーの。イジペリなんて嫌いよ。じゃあどうしてデートに誘ったのよ。好きなんだ。え、うん、言わした。ああ俺ずーそれ以上は何も言わずに京子ちゃんをさらっていったしねしねだ。しかし武田と京子ちゃんの間はその後もまあまあ続いている。舞台ただじゃおか。前の伊沢、何やってんだ。演劇部に迷惑かけるんじゃないよ。いいところに来たな。木下で試してみるか。何おい、やめろお前ら。見越してやるよ。静かにしろい。よし、できた。おお、あとはこのブラジャーと服で。おい、なんだよ、何もそこまで。いいから。押せよ、マジかよ。ほら、よし、完璧だ。これでどうだ。嘘だろ。マジで可愛いぞ。女以上に美人だぜ。最高だぜ。何言ってるか。すっごいよ、見てみろよ。完璧なヴィーナスの誕生だ。素晴らしいよ。その美しさの前では全てのものが色褪せて見える。おお、あらまあまあかしらね。美しき娘よ。おじいちゃんのケツを思いっきり蹴っとくれ。蹴ってやーね。そうか、それじゃちょっと味見よ。偽物とは思いん、ふくよかじゃ。気安く触るんじゃないの。もっとピンしてピンして木下さん。女王様とお呼び、女王様と。遅いな、木下。前野くんたちを探しに行ったっきりだ。どこほつき歩いてんだろう。下手なくせにサボりやがってよ。岩下、あいつら人類の無駄だぜ。はーい、皆さんこんにちは。いいお天気ね。あ、
あの、どなた？気にしない。あの、おい、約束だ。付き合え。え？ちょっと！田中くん。ふっ。ご？うわ！ぐっ！習字の宿題？ないわね。あら、どうしたの？ま、どこ行くんだよ？なんだ、あいつ。さっきからため息ばかり。ああ、わかった。君恋してるな。胸がぎゅっと締め付けられて痛いでしょ。こんなの初めて？じゃあ初恋ね。初恋？お姉さん、君の気持ちよくわかるな。お姉さん、お医者さん。まさか。実はお姉さんもね、中学の時初恋をしたの。同じ部の一年上の先輩でね。先輩！先輩！やっぱり先輩！頑張って！素敵！素敵！みんなの憧れの的だった。私はいつも遠くから見てるだけでね、一言も口聞いたことなかった。周りのみんなもそうだったみたい。でもお姉さん、胸が苦しくて、なんとかしなくちゃ、なんとかしなくちゃ。お疲れ様、さようなら。お疲れ。いつも思ってた。そうしたらついに二人っきりになるチャンスがやってきたの。先輩、今しかないって思ってお姉さん勇気を出してね。あの先輩。大根で思いっきり後頭部を殴ったの。それから気絶した彼を犯しちゃった。そうしたらそれが大当たり。最悪の中学妊娠。だからお姉さんと先輩は高校も行かずに働いたんだ。はぁ！出た？あ、彼よ。は、今行く。初恋は絶対に実らせなくちゃね。次に会った時が勇気を出す時よ。何もたもたやってんだ。帰るぞ。はい。バイバーイ。うん。うおー、約束ってなんだよ。何の約束？覚えてないのか？何を約束したのか思い出せないんだけど。幼稚園の同期だよ。え？何？うわあ？うわあ！田中！約束なんかねえよ。え？バカ。ああ、どうなってんだ？うわあ！たまんねっすよ。ここか、ここか。でも気の下なんだよな。やってやる。おい、お前たち、いい加減にしろ。田中くん、どこ行ってたんだよ。いやー、なんかここが、鼻血でしょ。Thank you.
ブラジルでコーヒー豆を作ろう。うわなんだその本当っぽい夢は。中学妊娠だ。二人で働くんだ。落ち着け田中、よく見ろ俺だよ木下だよ。もう離して。もうなんだよ大腸菌が頭に回ったか。うわこの盛りちみよく見やがれ、ほれこれでどうだ。分かったか、俺は男なんだ。強くなりそう。あ、カモワン。